共和国議会議事堂1983年、ポルトガル議会選挙は、ポルトガル共和国の立法府である共和国議会を構成する議員を選出するため、1983年4月25日に行われた選挙である。1980年12月に飛行機事故で死亡したサカルネーロ首相の後を継いで1981年1月に発足した。 フランシスコ・ピント・バルセマンを主犯とする内閣は、1982年12月の地方選挙で与党である民主同盟が敗北したことを受け、同月19日に総辞職した。AD は後継主犯として、クレスボ全教育省を指名したが、アントニオ・エアネス大統領がクレスボの支持基盤が不安定であることを理由に任命を拒否した。 そして翌1983年2月4日に、共和国議会は解散され、4月25日に選挙が行われた。選挙の結果、PS が第一党となったが、過半数を確保するには至らなかった。そのため、第二党に交代した PSD と政策協定を結び、6月6日にマリオ・ソアレスを主犯とする連立政権が発足した。 左派勢力の勝因としては、前回 AD に結集した中道右派政党の足並みが乱れ、格闘単独で選挙に臨んだことに加え、中道右派政権における経済姿勢に対する国民の不満が強かったことを指摘されている。社会民主党と民主社会中道党、人民君主党で構成された政党連合国立国会図書館、政治議会科研放室、庭野和弘、 諸外国の会員の選挙制度資料マイナス、国立国会図書館、CLAIR リポートの274、ポルトガルの地方自治自治体国際化協会。4から5ページ各政党の得票率は、有効得票と、白票、無効票を合計したものを100として計算したもので、ある。ありがとうございます。